アット日本一周中3配信を開始しました。飾った観音様いたわ。すんごい大きいの。余裕で弁当食いながら行くかな。
ンちゃんさん元カノがコーチなのでよく四国ドライブしてました。そうなん、こっち側にもいたの。20都道府県まで元カノいます。笑。すごいね。素晴らしい。最終的には全部取るまで行きます。沖縄が8件9件ある。その前にもう厄介なのがね、くずちゃんさん今日はどこだろう。今日はね徳島回っちゃう。もしかしたら今日はね、徳島からね、高知のね、一番下の方まで。くずちゃんさん、徳島も多いですか？徳島もそこそこ多いよ。十何件かな。16件か、7件くらいある。四国ね、全部でね、87ある。くずちゃんさん、
小豆島行ってきたのかな。昨日行ったよ。昨日3カ所行ってきた。3カ所で、あのなんだかあのジブリのところに行ってきましたよ。クズちゃんさん見ればよかったな。明日あたり公開できるか、公開しとくから、ね、暇なら見てやってください。クズちゃんさんやった、小豆島は小豆島って書き直しといた方がいいね。佐藤4アットマークポーニラスさん、おはようございます。おはようございます。兵庫県はオールクリアできたんですか。兵庫はできたんでなかったかな。兵庫はできたような気すんな。兵庫はできたけど京都ができてないな。おめでとうございます。ありがとうございます。クズちゃんさん、兵庫は上の方もありますもんね。ちょっと待ってね。早いから元のルートで行こうかなと思ったんだけど、まあ、ないわ。いや、もう違うルートになっちゃってると思うから、でなるべく先に進もうとした。高知の方まで入れんじゃないかな。だから昨日言った通りで先に木曜日のところを通るんですよ。30分も走っちゃったから、かなりルート外れてるから多分。いや、
がなかった。それは俺のせいじゃない。それは俺のせいじゃないぞ。さゆまるさん、しかも3分で寝てた。早いな、それ。ちそれも早いな。くずちゃんさん、さゆまるさん、おはようございます。絶対寝ぼけてるよ、まだ。高知の方で洗濯するかな。高知の方、四国で一番大きいのは高知か。高知だな、きっとな。さん、どうぞ。おはよう。おはようございます。立花梨花にゃんこ先生さん、おはよう。グルト、おはよう。さゆまるさん、立花ちゃん、おはよう。何かにゃんこ先生さん、さゆまるちゃん、おはよう。グルト、さゆまるさん、普通に楽天にルートあったよ。太郎さん、プラス R さん、人参。皆さん、おはようございます。おはよう。さゆまるさん、えいじさん、おはよう。普通にってすんげえ上じゃないの、これ。にゃんこ先生さん、昨夜の綺麗な月は見れたかな。見れたよ。さゆまるさん、いや、スクショで送ったじゃん、昨日か一昨日。これか。
瀬戸大橋がじゃなくて小分立つを先行ったから、さゆまるさん画像で探したら出るよ。画像で探、今見たよ。あ、もう今更だや。いや、昨日の夜決めたやつで行こう。くずちゃんさん曇ってて見えませんでした。昨日見えた。あの橋の下から見えたよ。瀬戸大橋の下の方だから。真下にいたから。それは良かったです。うん、団子は食わなかった。さゆまるさん、徳島温泉の里神山、21日、ひなの里勝浦、大四月、久保の里中がわーわじきき、わしの里、もみじ川温泉、21日、日和佐穴食い温泉。ありがとう。くずちゃんさん、団子ってお供えするもんでしょう。その後食べるけどわらわら。松アット日本一周中山、徳島、温泉の里神山、21日、ひなの里勝浦、大四月、久保の里中がわーわじきき、わしの里、もみじ川温泉、21日、日和佐穴食い温泉。さゆまるさん、なんで3分で寝ちゃったんだ、クソ。立花里香にゃんこ先生さん、ローソンのカップみたらし団子は食べたよ。うん、起こしたんだよ。一生懸命起こしたんだよ。めったにしない電話まで仕掛けて起こしたんだよ。さゆまるさん、行きたかったね。だから、うん、もう動いちゃったからもうおしまいだもん。動く前に相談して。さゆまるさん、めったにしない。あの電話、 LINE 電話はあれだけど、普通の電話で起こすことはしないの、めったに。さゆまるさん、昨日も来たよわら。さゆまるさん、昨日出ちゃったもん。あ、そうだそうだ。さゆまるさん、寝ぼけてわら。さゆまるさん、ルートメモしときゃいいのに。もらったやつ全部ちょっと一回整理したいな。うん。ジロさん、おはようございます。初見です。おはようございます。さゆまるさん、ジロさん、いらっしゃいませ。
ん悔やまれる。うん、もうだいぶだって動いちゃってたろこれ。もっと下の方に走ればいいけど、多分ルートが全然違うと思うんだよ。ジロさんよろしくお願いします。よろしく。さゆまるさん今ガシ高松、まだ高松だよ。さゆまるさん入れてみる。ちょっと入れてみるか先に。番号出してしたら、さゆまるさん次ハーフレアイパーク見の35分スタンプ8時半から18時、温泉にもあり21時まで。温泉は第二水低級、四国最大級。コスモランドには全長115メートルのローラー滑り台あり、0875-72-5304。ローラー滑り台は1時間20分になっちゃった。さゆまるさんどう？かなり戻るからダメだな。さゆまるさん、あー、くずちゃんさん、ローラー滑り台かなり戻るからダメだわ、ごめんな。目的地を設定しました。ああ、ほんとちょうど1時間走っちゃったって感じだ。ダメだ。さゆまるさん、クソ、なんで寝たんだ。いや、寝ても起きてくれればよかったのに。まあ大体そういうもんだよね。くずちゃんさんわらわら、まあ大体そういうもんだよ。さゆまるさん、松だってメモしてればよかったってなるもん。そうだね。お互い様ってことで。そうだね。まあ先止まらなくても、さゆが送ったときメモしたらいいのよ。いや、だって画像でくれてもメモれないもん。さゆまるさん、画像じゃないの。
のも送ってるよ、いつも、うん、やろうこと。まさか1時間早く押せるとは。うん、散歩があってらぐるぐる回ってたら、あれここじゃねえのかなと思って、近くのおじさんに声かけたら、いやもう多分ね、朝早い人はもうなんか押しに来てたからとかって言ってたから何と思って、あそうなんですかって言ったら、あ一緒に行こうかとかって言って、さゆまるさんマジカン、テケ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 一緒にさ、おじさんとさ行ったらさ、その通用口のインターホン確かにあったよ、ちっこい、あのさゆまるさん優しいわら、家庭用のなんていうピンポンか、ゴンタくんさん、コメント、皆さんおはようございます、おはようございます、ゴンタくん、ちょっと若干ルート変えた、2カ所ぐらい吹っ飛ばしてから行く、さゆまるさん、ゴンタくん、おはよう、うん、木曜定休を絶対取りたかったから、さゆまるさん、ゴンタくん、ごめんなさい、2カ所ぐらい吹っ飛ばしましたでも吹っ飛ばす必要はなかったような状況にはなっちゃったけどしました。さゆまるさん、木曜定休取ろうとルート変えたけど、結局スタンプ早く押せて元のルート行けるはずだったのに、さゆが起きなくてルート張れず飛ばす羽目に。いいんですよ。くんさん、多分そうだと思ったけど、また四国に来るから焦らなくてもいいと思うよ。やっぱり30日前にこっち離れ、一回離れる予定なのかな。瀬戸 大橋までこうやってぐるっと戻ってくるしょ、今徳島行って高知の方に回って、あの愛媛を回ったらもう30日ぐらいになんじゃないかなと思ってるんだけど、ならないのかな。
また来る、こんな、うん、四国入りもう一回しないとダメかな。伸びるかもしれないのか。でもそれ考えたら、うん、9の5の9週5、くんさん30日まで休みだけど、あくまで予定なので先に進んだ方がいいと思うな。あ、そういうことね。さゆまるさんなので取りこぼしは、江南楽湯、源平の里群れ、ふれあいパーク美濃、琴引、豊山、愛媛、霧の森、徳島、大ボケ、西伊谷です。30日前のやつは、30日までにやってるやつはこれと多分取っていけるような感じでルート組めると思うんだよ、四国離れる前に。
ミンさん、おはよう松さん。あ、ミンミンさん、おはよう。さゆまるさん、気づかないから家電置くか爆笑。ミンミンさん、ごじったわら。ん？気づかないから家電置く、置くか爆笑ってなんだろう。さゆまるさん、固定電話。ああ、そういうことか。さゆまるさん、わら。ない、あれ、あ、ないのか。固定電話ないんじゃない？固定電話なんて、今時ないんじゃない？さゆまるさん、500円でおっける。さゆまるさん、光電話。はい、どうぞ。天狗、さゆまる、魚、巻き貝さん、人参。人参。制限速度は60キロ以下です。ゴンタくんさん、今は瀬戸大橋記念公園をスタートして徳島温泉の里神山に向かってる状況でいいの？そうです。そういうことです。で、この徳島のこの軍団を一個取って、アナクイ。さゆまるさん、ゴンタくん、起きなくてごめんなさい。アナクイで、チュウさん、おはようございます。久々に仕事の引き継ぎに腹が立って吠えて喉が痛いですわら。あらま、おはよう。切れちゃったのね。さゆまるさん、ちゅうちゃん、おはよう。さゆまるさん、それさ、よく見たら穴じゃなかった。ゴンタくんさん、謝らなくて大丈夫、これくらいもう満タイです。キャレット、キャレット。オービスがあります。制限速度は60キロ以下です。チュウさん、俺のイルカ事故中多いですわら。さゆまるさん、ありがとう。ルートに穴くって書いてるけど、実は獅子食いでしたわら。ゴンタくんさん、江南楽湯、源平の里群れ、ふれあいパーク美濃、琴引、豊山、愛媛、霧の森、徳島、大ボケ、西伊谷は愛媛の後で日にち、状況を見て潰しましょう。はい。
四国全部のやつってもらってんだっけ一回。一回作ったやつもらってんだっけ。さゆまるさん、愛媛まではある愛媛まであるってことは全部あるってことか。さゆまるさん送る。うん。au の方に送っといてくれる。ゴンタくんさん戻りました。4あ、おかえり。さゆまるさん今。さゆまるさん、ゴンタくんおかえり。おかえり。うん、au の方に。まとめてドン。まとめてドンでいいのかな。愛媛まであるっていうことは全部あるんだな。話し合ったのに私起きないと言うねわら。あのどっちだっけ。どっちから戻るんだろうね。兵庫。さゆまるさん、そうだね、それ聞きたかった。うん、どっちから戻るよ。鳥取、広島、鳥取を先に取るの。広島を先に取るのか、鳥取を先に取るのか。ゴンタくんさん、広島尾道に抜けます。広島尾道っていうことは瀬戸大橋の方なんだね。さゆまるさん、広島かの方に、方の橋で戻るんだね。さゆまるさん、ゴンタくん、ルートいただきたいな。そういうことだもんね。中3、広島行きて。広島はお好み焼き、広島風お好み焼き。さゆまるさん、広島って何。中国地方。中国地方。ゴンタくんさん、どこまで。だいたい、ゴンタくんはどの辺まで組み上がってんの。もうだいたい全部組み上がっちゃってんの、しかして中山中華でお好み焼き美味しいよわら。うん、中風お好み。ゴンタくんさん、全国もう終わっちゃってんの。さゆまるさん、中国地方ください。M アンダーバーアンダーバー M 全部終わっちゃってんだ。さゆまるさん、さすが。すげえな、すげえな。4アットマークポーニラスさん、さすがっす。ゴンタくんさんだから対応が早いのよわら。すげえな。中3ホルモンどっさもりお好み焼きわらわら。ホルモンね、
ちょっとね、最近さ、さゆまるさん、愛媛の次からもらえると助かる。だいぶ変わったかな、動き。あの地図があるからルート組みやすくなったし、これ本当の場所の場所地図。こちらは本なしで組みましたよ。つらかった。かなりの量だけど中国地方全部でいいのかな。うん、スヌーピーさんお久しぶりです。アスタリスク本なしで組んだ、アスタリスクアンダーバー、アンダーバーペコリペコリ。さゆまるさん、スヌーピーちゃん、おはよう。はいよ。どっかで止まるか、ちょっと待ってね。スヌーピーさん、さゆまるさん、おはようございます。アスタリスク、アスタリスク、アンダーバー、アンダーバーペコリ。さゆまるさん、かなりの量か。ゴンタくんが大丈夫ならお願いします。張り出したら止まろうかなとか。ゴンタくんさん、OK、ちょいお待ちを。はい。よろしくお願いします。はい、うわ、失敗しました。こっちに着いたのは大失敗です。
並み街道を通っていくのかな。広島アリスト沼熊岡山片岡ペイファーム山陽道矢影宿三山公園一本松展望園黒い山グリーンパーク鴨川炎上火曜醍醐の里久米の里第一月奥津温泉西西茶屋ポンタくんさん阿波グランド鳥取若狭八島清流茶屋川原ハワイ炎上園三笹楽市楽座岡山風の家ヒルゼン高原、鳥取犬ばさり、北条公園、大英。ポンタくんさん島根荒エッサ、鳥取奥大仙に知南日野川の里岡山外仙桜新城塾、恋学母、広島悠々サロン登場。ポンタくんさん島根奥出雲オロチループ水曜日オロチの里酒蔵奥出雲交流館広瀬富田城本城愛花渚公園湯の川桜の里木好きイノク寄ってっかな。ポンタくん三大社御縁広場日曜日キララ滝ロード銀山サンピコ号打つ木曜日夕日パーク浜田夕日パーク三隅山口ゆとりパーク玉川第三月ポンタくん三ウリボーの里片又岩成就温泉第三水島根津和野温泉なごみの
日にほの里水曜日超文教第2火曜日ハピネス福江阿武町萩シーマート萩十又千座キッチン北浦街道方北
ゆまるさん了解しました。入るのかな。山入りたくないな。ルート500メートル先、右方向です。132号線だからそうです。ルート300メートル先、右方向です。到着予想何時なってる？ちょっと待ってね。10時40分。さゆまるさん、ありがとう。はい。300メートル先、右方向です。だからこれ30分刻みで走るからよろしくね、皆さん。お仕事して期末と安全に、ありがとう。
さゆまるさん延長。延長だからしないって言ったし。切る。30分ずつ切るよ。さゆまるさんが育った。ビラフで寝る感じになるのかなとの予想です。あ、あ、そこまで行く？まあいい、いいや、行けるような感じだったり。予想、うん、木曜日のところ一応取ったらあとはあれだからね、あの行けるところまでっていう感じだから何とも言えないからね。ところまでを計算しただけで行けってわけじゃないから大丈夫。いやいや、だから、うん、だからそう分かってるよ。といてよかった。よかった。
か猫さんだよ。随分今日は動物が惹かれておりますな。どうしたんですか。できそうもねえな。残念ながら。さゆまるさん、そういやさ。はい。昨日確認してと言った道の駅どこだったかな。さゆまるさん、トリオツ。トリオツ。確認しといてって言った道の駅って、さゆまるさん後回しにしたじゃん。後回しにしたのは、あの前の2件じゃないの？ 2件？ 1件か。